業界では急遽保護者の出場を要請されることがある。その時もしも 100m15 秒切れなかったら漫画家じゃないかって思われるだろう。二度とその言葉は言わないでください。偶然宿泊場所が近くで、それで気になってしまって。バレエの経験はないから技術的な指導はできないけど、それ以外のところは全力で頑張るからよろしく。お前はこの状況から抜け出すことができると思うのか。こっちの迷惑も少しは考えてほしいもんだ。生まれた時から全てを与えられた世界一幸せな男、冗談じゃない。全てを奪われた世界一不幸な男だ。テレパシーだから、お前が哀れむなと言うなら哀れまない、償うなと言うならもちろん償わないよ。麦わら屋の記事はねえが、ホーキンスがいるんだ。同盟を組んでたキッドがいても別におかしくはねえが。心配だな。怖いねえ。冗談だよ冗談、ただの噂じゃないか。まあ昨日から1年の間じゃ有名になってるみたいだけどさ。僕なら1分以内に解決できる。僕より優秀だと豪語するならできるよね。それでは杉本君、行ってみよう。では不祥ながらスコット一発芸をさせていただきます。メガネ宇宙へ。これか、招き猫が言ってたの。何なんだこれ。それいいよ、君を破滅させられるならね。ろくでなし妖精王の地味には真珠から作られたシャシティホルは使いこなせない。そこでゆっくり大切な巨人ちゃんが引き裂かれる様を見物するといいさ。解放されよ砂の力で、君も僕も生きる苦しみから救われる。の違いを教えてやろう。この場にいるもの全て俺は明石清十郎に決まっているだろう。優雅に茶を楽しみながら観覧しようと思っていたが、そうもいかないようだな。これは手強いぞ甘いもん。荒木さん、荒木さん、今日ぐらい言葉から離れましょうよ。なあ、真面目って彼女いんの？だってこれ彼がいないと俺が殴られる確率が上がるんだよな。そういえば佐藤君って全然殴られてないよね。こういう時に限って男のお客さんばっかり来たりするんだよね。じゃあヤトさんじゃなくてヤト様んって10回言ってみ。噛まずに言えたら考えてやってもいいけど、だいたい神穴の方はあと1日もありゃ広げられるの。やったな、ガクト、女子と一緒だぜ。さすが練馬一の地上、もう運行が入ってるんだな。どうすんだよ。かわいい。猫好きなの？うちにも猫がいてね。ほら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 、やりたいことしかできない病という恐ろしい病で、母校というのも重圧が少なくていいことずくめの話だ。俺その誘拐事件の依頼主、実は警察なんだ。こっちは少し厄介な事件を追っていてね、正直手が足りなくて。ふん、働かざる者を食うべからずな。そう思って8人でも割れる数で落としてきた。ほど焦ってる依頼だ。多少釣り上げても払うと踏んだ。皆さん、はじめまして。一宮カンパニーの御曹司で、かつ次期社長の T 大現役合格、一宮光です。仕方ないだろう、対天使用のトラップだ。これぐらいじゃなきゃ意味ねえよ。希望、世の中に希望なんてない。あるのは絶望だけです。希望を、ここはもう地味毛量どもが集うサバと、漫画家と編集者だけの生ぬるい世界ではないのだ。いや、そもそも漫画家なんて全員ロリコンじゃね。